ちょうどウグリップ巻いたやつがあるんでね、はい。まあグリップのテープもこのようにしっかり、まあ全部ね手作業、ゴルフクラブって基本的には全部手作業なので、組み立てが、これはね大手さんもあのうちみたいな工房も変わらないんですけれども、基本的にはもうオートメーションというのがほぼないので、そうですね、接着剤、これ逆に接着剤じゃなくて潤滑油ですね。うちではホワイトガソリン使ってますけれども、で結構あのご自分でグリップ交換をされるなんていう会員さんとかお客様もいらっしゃいますけども、実はグリップ交換って結構簡単そうで難しい。こうやってねスッとやってると簡単そうには見えるんですけれども、意外と難しいので、はい、ね、結構あのご自分でやってて途中で止まっちゃったなんていう方もいらっしゃったりとかいう話はたまにお伺いするんですけどね、はい、結構こうスッと入れるっていうのが意外と、これは今度まっすぐにしてます。まっすぐ、はい、あのグリップにはもちろんバックラインが入ったりとかするんで、まあ、それを歪まないようにですね、やっぱり入れてる時にこうねじれちゃうと歪んだまんまになってしまいますんで、それをきれいに正しい位置に入れていくという、これで1本上がる、はい、おすごい細かい手作業が積み重ね、そうですね、はい、でまあこの時も単純に、まあ、グリップをそのまま入れるんではなくて、まあ、グリップ自体も、重量を全部測って、なるべく同じ重量のものを装着するという感じになりますんで、まあやっぱり1セット、例えば今のお客様ですとこの2の4のロの8本8本だから8本グリップを注文すればいいというわけではないので、結局まあ簡単に言ったら倍、16本頼んだ中から厳選された8本だけを使っていくっていう感じの、そのやっぱり交差がねやっぱり激しい部分はちゃんと管理していくっていう感じになるので、まあちょっとこう効率がいいかと言われると、まあちょっとあの効率が悪い方にはなっちゃいますけど、まあそうやっていうことでこの製品の質が保たれていくっていうのも事実なので、ちなみに工程の中で一番神経使うところ、まあ、全部だと思うんですけど、はい、特に徳武さん的には個人的に、そうですね、まず僕がまずうちのスタッフのにあの必ずお願いしているのは、まず絶対抜けないこと、うん、まあ絶対って言ってもね、あのいろんな使用状況とかで抜けてしまうことはあるとは思うんですけども、まず抜けないっていうのがやっぱり事故にもつながりますんで、重要なところですね。でその次に重要視しているのが、仕上げの綺麗さ、これがやっぱりあのせっかくのオーダーメイドクラブですし、やっぱり仕上がりが綺麗な状態にするっていうのが一番になりますんで、まあ、そこが一番ポイントにはしてるかなとは思いますね、はい、うん、